山の神社は、栃木県宇都宮市毛岡本町に鎮座する神社、大仙積命を祀る、有所府省。社殿によると、元河地郡ふるさと村大和坂が橋町に山の神と称して、鎮座していたという。大正時代末期に、元下岡本町の有志が、新たに神社を設立しようとしたところ、設立許可が出なかったために昭和4年にその三神を、 譲り受ける形で先座して創始した。昭和7年に社殿が新築され、同27年には宗教法人に登記された。平成5年には拝殿、鳥居、長寿社、参道の修繕を行っている。境内は430坪。例祭は10月15日、4月15日に記念祭を行う。平成22年2月22日の夜に、 防犯パトロールで当神社を巡回中の地元自治会員が現金3万円とそれに添えられた匿名での約10年前に再選箱から1万円盗んで申し訳ありません。1万円を入れた方はどんな願いを込めて入れたのだろう。神様のお金を盗むことは言語道断であります等と綴られたいわゆる再選泥棒からと思われる手紙が発見され、そのことが 各種報道機関によって取り上げられて、日本全国的に東大の美談として権伝された。なお、返納された現金は、社会福祉協議会に全額寄付されたという、ありがとうございます。